エゴシタイガにポジリまくり。こんにちは、ショーです。ということで、今ですね、さっき言ったエゴシ選手シートバッティング、シート打撃の方でですね、ホームラン打ちまして、僕の中のポジがもう暴れ出してるというところとなってます。ということで、今日の話題はですね、ルーレットヒッター、このヒットメダル520枚、回していきまして、何位まで行くのかっていうのをね、ざっとやっていこうと思います。ということでね、もう早速回していきたいと思います。まあ、キャンプ見てて、もう一番最近心に来たというか、すごいグッときた話なんですけど、ドラフト2位の鈴木選手が、ちょっとね、制球団というか、ちょっとね、乱調でして、フォアボール3つ出してしまったというところでですね、ベンチに帰った後、涙を流すというシーンがね、カメラにね、映ってまして、まあ、それに対して矢野監督が、話しかけてるという様子が映ってました。でね、まだ入ってね、プロ野球界に入って、まだまだこれからと。あ、ルーレット、まだまだこれからですから、今の段階でね、どうこう言うっていうね、のはまだまだ早すぎるというふうに思うんですけどね。ドラフト3位の桐敷選手があまりにも良すぎるというところで、ちょっとね、鈴木選手の評価っていうところが相対的に、ちょっと押してしまってるというような感じになってますね。おっと、調子くんナイスすぎんだろ、これ。ルーレットヒッターの話なんですけど、スコアがね、今、現在の最高スコア、あー、やったわ。現在の最高スコアが、これ動画出たらシルバーに分かった。おー、現在の最高スコアの方が、32点。で、ランキングが21万っていうところかな。走ってますんで、もうちょっと稼いでいきたいかなというふうには思ってますね。あかん。これ銅をね、出たら、ルーレット変えていかないといけないですけど、こういうの忘れるんで、しっかり集中していきたい。はい。はい。銅が出たら、ルーレット入れ替える。で、これで、銅が出たら、もう仕方ない。早くも2アウトになってしまった。これ、基本、銀以上だったら、OK ですよね。銅だったら入れ替える。はい。銅が出てしまったら仕方ない。銅。よいしょ。いやー、ていうか、エゴシさんにポジりまくってますね。阪神ファンの人は特に、わかると思うんですけど。もうやっと爆発するんじゃないかと、阪神のラオウになってくれるんじゃないかという期待がね、かなりかかってますんでね。まあ、基本的にはレフト争いになってくると思うんですよね、ポジション的にね。ライトには、佐藤選手が入りますし、センターには近本選手が入るんで、そこのところ、レフトですね、レフトのポジションをロハスさんあたりから奪っていけるかっていうのが、一つ、今後のエゴシ選手の、一つの目標となってくるのかな。もう守備と走塁に関してはもうね、一級品の守備と走塁持ってますから、その辺を生かすためにもスタメンを勝ち取ってほしい。友達が少ないから助っ人が来ないんですよはい、さあ行きましょう。どんどん行こう。完全な運ゲーなんでね、運ゲーのところになってくるので、この運に俺が勝てるのかっていうところが一番のこの見どころとなってきますね。はい、どんどん行きましょう。これどれぐらいかかんねん、回すの。助っ人 OK。 さあ、これ何点までいけるんだろうな。実際上位に食い込みたいっていう思いはあるけど、確率だけで言ったら総力型でがっつり固めれてる人が一番強いんでね、そこの確率の壁を越えれるかみたいなところですかね。わあ、早くも2アウト。2アウトなるの早すぎるやろ、さっきから。こんな確率でしたっけ。むちゃくちゃやん。頼みますよ、ほんまに。どんどん行こう。OK、ナイスホームラン。ナイスホームラン、上田さん。さあ、どんどん行こう。あ、やばい。あー。引き悪いな、さっきから。おい、24%引きすぎだろ。これもアウトになった方がいいわ、こうなったら。釣りです。 24% 引きすぎじゃない、さすがに。
うわ、助っ人だー、不そうですね。さあ、どんどん行きましょう。そういえば皆さん、ビッグボス、ね、新庄監督についてどう思いますか？僕はね、すごいね、斬新というか、新しいことをたくさんされてるので、すごいね、見ていて楽しいなって思うのと、あとそれをね、やっぱ目当てに新しく野球を見に行こうって思う人が増えてくれたらいいなっていうふうに、はい、Sランク展開ともこちありがとうございます。新しく野球を見に行こうって思ってくれる人がね、増えると、すごいね、野球ファン、一野球ファンとして嬉しいなというふうに思ってますね。まあ、勝ち負けるももちろん大事、勝ち負けももちろん大事なんですけど、楽しいか楽しくないかっていう部分も同じように大事かなというふうに思うので、勝ってこそ楽しいんだろうっていう意見は、それは間違いないと思いますけど、あー、アウト引くね。まだ16点しか取れてないんですよ僕。アウト、運悪すぎ。あー、うわ、下手だな俺、このゲーム下手だわ。俺、このゲームマジで下手だな。ちょっとオーダーをね、ちょっと変えたい。ちょっと気分的にちょっと総力型の選手を入れてなかったんだけど、ちょっとガチでちょっと変えますわ。ガチの総力型で固めたオーダーにしますわ。よし、これでいきましょう。よいしょ。これでどこまでいけるのかよね。さあ、頑張っていこう。できればベストスコアの32点、これを超えたい、ね、ベストを、こう自己ベストをね、更新したい。銅が出る、銀になった、おー、ギリ、おー、これ銀になったからいけたな。魂、これさ、ずっと回してる間テンションをどう保っていいのか分からないよこれね。今撮影時間17分くらいかかってるけど、ずっと回してんのよ。どんだけかかる。あー、これ銅、あー、ミスった、スケット、あ、金、これどうやってテンションを保てばいい。銀になれ、よし。銅と銀で全然違うね、確率がね、さすがに。よいしょ、お願いします。うーん、銅のまま。あー、スケット、あざす、金、オーケー、銀。お、何やかんや、これやっぱ点数伸びてきてるよ。総力型で固めた方が点が伸びてきてるよ。オッケーオッケー、はい、よし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 。やっぱルーレット、これ銀に、おい、 14% 引くか、銀でも食べます。おー、ナイスホームラン、チッカーのホームラン、銀。さあ、これ何分かかんねん、これ回すに。嘘、金でもアウト引くの、もうむちゃくちゃやん、確率が。何をしてんだよ、ほんとに。あ、間違った、銅でいっちゃった。おー、ぶね、銅のまま、銅のまま、あー、アウト、もうダメだ、もうツーアウトだ。ナイス、スケット、いけいけいけ、こっから粘れるのか、俺は。ナイス、スリーベース、俺はこっから粘れるのか、おい、どんだけ粘れるんだ、こっから。ダメでした、むちゃくちゃじゃねえか。はい、ということで500枚回し切りました。500枚回すに26分かかってるやん。これめちゃくちゃ時間かかりますね。ということで、点数は自己ベスト更新することできず32点でした。はい、ということで、今後もこのチャンネルでは1ヶ月1万円阪神純正生活についての情報を発信していきますので、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。